皆さん、こんばんはかな、こんにちはかな、こんばんはかな、こんにちは。お寺のための東映特撮解説、私は菊池さんです。よろしくお願いします。それではいつものようにキリンさんにテーマ曲をやっていただきましょう。キリンさんよろしくお願いします。こちらに。それではこれからキリン一番搾りさんにテーマ曲をやっていただきますので、私はしばらく黙ります。キリン一番搾りさんのテーマ曲をお楽しみくださいませ。東映クタースタジオ内田優作所長江連隆先生、ありがとうございます。乾杯乾杯。トカビャンタカビャンタカビャンタカビャン、いただきます。いやいいビールですね、このビールは、うん、いい飲み物でございます。ほんとね、ありがたいですよ、皆さんのおかげですよ。ほんとに私だけの力じゃこれビールね、作れたって作れませんからね。激走戦隊カーレンジャー、今回はいっぱい見ました。昨日お休みでですね、20から28、8話見ましたね。やることないんかって話ですけどね。いや別にそういうわけじゃなくて、まあ面白かったか見たんじゃないですか、本当かって話ですけど、ですね、この20話、史上最高の名車、この史上っていうのは、これ史上できますか、あ、いいですよ、鍵こちらですって、その史上ですね、史上最高の名車発掘野郎わわわりっちょ、これ八代俊さんという方ですね。1933年生まれ、残念ながら2003年に70歳でお亡くなりになりました。この方はなんとですよ、80年代にスーパーワンでエレキバス、カニガンニ、ジョーズワニ、ツタデンマ、グラサンキット、フランケライター、ゴールダ、すごいですね、この人ミスタースーパーワンじゃないですかね。いくつ、 1,2,3,4,5,6,7、 7話もやった。1933年ですからね。ということはこれ、96年ですから簡単な算数ですね。63歳ですね、この時。これから、あ、浦沢さん3連発、浦沢さん3連発で、田崎さん2連発です。これは話はね、まあ新しい車登場、あれカマロらしいですね。何代目かな、4代目って言ってたかな。カマロね、あの、僕は知ってるの初代かと思ったら、初代カマロって調べたら違ってました。まあでも、まあ、なんか走ってるの見たことあるような、ないような、あるような、ないような。まあ、かっこいいんじゃないですか？うん。21話、カーナビを超えたカーナビ。祈祷師、アバンバ。この方は、これ、声優さんは1947年の。青木和代さん、1947年ですよ。これはまあ浦沢さんと田崎さん、カーナビを超えた、これカーナビ、新しいカーナビが出てくるやつですね。新しいカーナビって、まあ、初めてカーナビを使うやつですね。で22話、悲劇の交通ルール体質、これがですね、まあ、あの、シグナルマンの話ですね。虫捕り名人、チャーチャーチャッコ。これは志賀克也さん、1963年生まれ。あの、子供の頃からね、まあ、あの、警察官として鍛えられてきてるんで、ポリス制でしたっけ。だから、その、どうしてもね、緊急の時は、ね、信号とか交通ルールってある程度、あの緊急車両はね、あの
あの守らなくていいのいっぱいありますけど、国があの病人を搬送するためにどうのとかね、なんかそういうのあるじゃないですか。怪我をした人とかを運ぶ、ああいう時はね、あの横断歩道とかね、 赤信号でも渡っていいんだけど、あのなんだっけ、ちゃんと周囲を確認して安全を確認してから、ただその止まること止まらなくてもいいよっていう。でもこの人の場合はもう徹底してるんですよ。もうとにかく白か黒かね、もう赤は止まれという感じらしい。まあ体中ね、シグナルマン信号機ついてますからね。でもシグナル制の人が映るんですよ、あの妻と子が、名前制だけど。でもあの人たちも信号ついてたから、うん、ちょっとどうなのかよくわかんないですけど、うん、まあそういう話でしたね。23は王女様にオーバーヒート、これね、何アスリート、これウに点々なんですよ。ウーブーゴリーン、これ V なんですよね。要はブーブートリン、ウー王女様にオーバーヒート。江川久夫さんという方がこのゴリーンですね。1962年生まれ。荒川、これは荒川さん作品ですね。坂本さん、うーんって感じですね。荒川さんと坂本さん、これは王女様が、まあ後で説明しますけど、ね、この人日本人っていうような感じで調べたら名前が日本人だったんですけど、なんか、うん、本当なんか外国人って感じで、これがあの良かったですね。あの何でしたっけ、あのブルー、ブルーレーサーのあの土門直樹さん、これがあの純粋な青年っつって、あまり近寄らないでくださいって、私はあの可愛い子と近寄るとなんかねダメなんですみたいに言ってね、あれはなんかああいうなんか素朴な人っていうのは好感が持てますね、うん、そういう話でした。これ荒川さんか、王女様にオーバーヒート、うん、宝石が出てくるんだっけ、あれは違う、あいや。24は急発進ニューリーダー、偏差値が高い、テーテーテルリン、肝付き金田。おー、肝付き金田さん。1935年生まれ。で、浦沢さん、また帰ってきました。浦沢さん、渡部さん。これ一発だけなんですよね。ロボット刑事で、壊しマン、空手マン。前も言いましたっけ？壊しマン。壊すマンじゃなくて、壊しマンなんですね。壊すマンって覚えてたら、空手マン。73代ですね、ロボット刑事。95年のオーレンジャーのアチャーですね。これが戦隊最後だそうです。残念ですね。寂しいですね。まだ戦隊20、あと何作あるんだろう。28作ぐらいありません、ね。7とかね。うん、この人、あの、スネ夫の声なんですよね。スネ夫さんのね。すごいですね。はい。25は、なぞなぞ割り込み娘。暴走戦隊、属レンジャー。これ、あの、有名な話で、この暴走戦隊、属レンジャーの、あの、替え歌じゃないんですけど、あの、ちゃんと歌うんですよ、テーマ曲を、属レンジャーの。うん。あれはすごく有名というか、ネタバレみたいというか、まあ、この、カーレンジャーの中でも非常に際立った、あの、お話ということで。荒川さんですが、これ荒川さんなんですよ、なんと。ね。2連発です。荒川さん、ノリノリですね。あの、渡辺克也さんと、若々コンビ。うん。なぞなぞ、良かったんじゃないでしょうか。割り込みですね。26は、ノンストップ、宅配武器。ああ、これちょっと面白かったな。通販マニア、堂々どんも。これはたった直樹さんという方で1950年生まれ。これも荒川さんです。あと、なんだっけ。田崎龍太さん。これもね、面白かったですよ。あの、注文したらすぐ来るっていう。うん、通販マニア。なぞなぞ割り込み娘も、あの、なんか途中のセリフで、なんかいい加減な戦隊とか言って、で、入れてって言って入るんですよ。ホワイトレーサーとして。そしたら、ダメって言って言うんですよね。で、その後で、
ねえ、遊びでやってるんじゃないんだって言ったら、あのグリーンレーサーが、違ったのとか言って言うんですよ、大阪弁で。で、冗談って言うんですけど。まあでも見てる方からしたら本当遊んでるようにも見えないこともないですよね。まあ特訓さえしますよ。あの、バットをね、あの、バットを振ったりとかね。27、単身赴任の分岐点。ピザ作り名人、クスクスミレーノ。あ、ナヤロクロ、これ、ナヤゴロさんの、弟さんなんでしょうね。1932年生まれ。2014年で82歳でお亡くなりになられました。この方はロボット刑事のミサイルマン。73年。スーパー戦隊は初だそうですね。これは、あ、浦沢さんで、また帰ってきました、浦沢さん。田崎さん。うん。このピザがね、僕ピザ好きなんですよ。まあピザ好きな人多いでしょうね、世の中。あまり体には良くないって言いますけどね。良くないどころか、やっぱり油ですもんね、あれね。で、ピザをね、ちょっとね、食べ物ですからね。まあなんか最近のうるさい人みたいですけど。どうもね、ピザなんか普通に食べたら美味しいじゃんっていう感じなんですけど。28はさらば信号野郎、お祭り野郎ホイホイワッショイ。これがね、峰恵健さん、すごいの、これ本名だそうです。峰恵健さん、1935年生まれ、2002年に残念ながら66歳でお亡くなりになりました。この方は73年ロボット刑事でモグルマン。ロボット刑事多いですね。ありがたいですね。懐かしいですね、ロボット刑事。懐かしい、まあ、まあ懐かしい、なんとなくね、覚えてますもんね、ロボット刑事、子供の頃見たの。73年ってことは私4歳ですけど、まあ再放送もあったのかな。あの、あ、終わっちゃった。最後の一滴一覧。終わりましたね。仮面ライダーストロンガー、狼長官、狼長官。これ、あの、デルタ軍団ですね。要は、ジェネラルシャドウ、鋼鉄参謀、荒鷲師団長、ドクター・ケイト、で、ドクロ少佐、で、岩石、男爵、狼長官、隊長ブランク、あとは、なんだっけ、ヘビ女、で、あの、何でしたっけ、マシーン大元帥で、あの磁石団長、鎧騎士でしたっけ、で岩石大首領ね。いや、あのストロンガー僕ギブアップしようかと思ったんですけど、最後まで見たら面白かったですね。28はさらば信号野郎、あ、それをだから今言ってるんじゃね、狼ちゃんか。8年スーパーワンでバクロンガー、東映特撮はこれが最後だそうです。信号野郎が違う、信号野郎じゃない、なんだっけ、お祭り野郎ホイホイワッショイ。これね、デザインがすごく良かったです。あのおみこしがね、すごく綺麗に、あの頭に、あの作られ、造形が作られてて、これはいいデザインだなと思いましたね。最近ナンバーなんかこれっていうのはあまりなかったんですけど、これあの邪悪な、ね、宇宙の邪悪、これ誰が書いてるんですか、誰が書いてるのこれ。28は誰が書いてるんですか。ああ書いてない、誰だろう、すいませんね。ちょっと早いんですけど、第2部に行かせていただきたいと思います。で、やっぱりね、ここまで見てきてですね、もう28話だから、もう、あと、20話ぐらいかな。あ、そう、アイキャッチ。パンパン、パパパパンパン、タカシャオ。春風さんです。あれかぜ
晴れ風さん。晴れ風さん、なんか人気ありますね。なんかよく売れてるような気がするな。今の傷ついた日本人の心にね、染みるのかもしれませんね。優しいんですよ、一番搾りより。一番搾りもでももちろん美味しいです。今回荒川のりしささん、すごいノリノリでもうバンバン書いてますけど、いや悪いって言ってないですよ、別にいいことだと思うんですけど。1964年生まれですよね、この人。だからちょうどこの人と私と俊樹さんの間の年なんですよね、この人。だからなんだよって話ですけど、まあ不思議コメディーは経験ないないんです、私が調べた限りでは。佐田博久さん、1947年、この方は17歳、年上ですね、荒川さんより。この方はぐるぐるメダマン、ぐるぐるメダマンっていうのは特撮コメディ、これは76年ですね、で不思議コメディは経験ないんですよ、じゃあ何、僕もね、ちょっとね、昔からね、不思議に思ってたんですけど、ロボコンとロボットハッチャンと、ロボットハッチャンは第一作なんですよ、僕が調べたところによると。見たことはないんですけども、恥ずかしながら。外るべきことかどうかっていうのを置いといてですよ。ちょっと電気つけましょう。見たことないんですよ。ついた。見たことないんですけど、で、何だろうと思って調べたら、要はロボコンっていうのは結構根性ものらしいんですよ。で、ロボットハッチャンから不思議コメディっていうのはもっとバラエティっていうんですけど、バラエティって急に英語出すなっていうね。前、なんか英国圏の人かっていうね。これ、ちょっとよくわかんない。まあでも、あれは見たことありますよ、モリモリボックンは。娘が喜んでましたね、モリモリボックン。ね、不思議コメディ。不思議コメディじゃない。なんて言ったっけ、特撮コメディって言うんですよね。僕はね、ちょっと違いがいまいちわかんないんですよ。で、この度ですね、なんか昨日、僕どうしたんですか、何もする気なかったんですかって、それとも、ね、急に仕事だから、体力を温存したのかわかんないんですけど、あれも見たんですよ。やっぱ浦沢世界っていうのをもうちょっと理解するべきです。もちろん、何でしたっけ、カリキュラマシーンは僕好きでね、大好きですけど、まあでも彼一人じゃないしね、クイはじめさんとかもいますからね、若川本領のね。だからこの人の、だからこの今までもうバンバンやってきて、中にも成功したっていうか、まあ成功なさったね、作品もあったりして、不思議コメディの世界でね。だからそのやっぱりその浦沢さんの世界をちょっと知ったらもっと楽しくなるんじゃないかって思ったんですよ。それであれも見たんです、仮面ライダー、バッテン仮面ライダー、フォーゼと、なんだっけ、フォーゼと、誰だっけ、フォーゼとウィザード。僕、ウィザード、前も言ったかもしれないですけど、ウィザード好きなんでね。で、あれを見たんです。よっぽどね、暇、なんかもう、昨日、東映特撮何時間見たんですかって、いう話なんですけど、見まして。で、ポアトリンが出てるんですよ。で、ポアトリンっていうのは、最初に、まあ、ロボットハッチャンから、なんかまあ、ロボットものがあって、その後、探偵ものが2つぐらいあって、で、その後、少女ものになったんですけど、最後、シュシュトリアンですよね、有言実行シュシュトリアン。あれがあって、で、不思議コメディはその長い歴史を、貴重な歴史を、まあ知らないですよ、僕見てないからね。まあモニボルボックは見たけど、終えるんです。で、そのライダーのやつで、ポアトリンが出てくるんですよ。で、ポアトリンってフランス語で胸っていう意味らしいんですよね。僕でフランス語全然わかんない。スペイン語だとペイチョですもんね。
ポルトガル語だとペイトですよね。まあだから P は合ってますけどね。合ってるっていうか一緒ですけど。何なの？まあでも、ポアトリンの、なんだっけ、見た目は、好き好き魔女先生、僕もちょっと思いました。あ、これ魔女先生じゃんと思って。魔女先生っぽかった。っぽいというか、参考にしたらしいですね。あとはまあ、魔女先生はまあ明らかに、解決ゾロの、ね、最後の一滴一覧。春風さん、美味しいですね。優しいお味です。今ね、日本人の心は傷ついてるから、優しい味がみんなね。それも見たし、それもって何？まあだから、なんで、浦沢さんが、ウィザードの、ね、映画版の脚本したのか、いまいち、まあ、ポアトリンが出てましたけど、どういうわけなのかちょっとよくわかんないけど、あれ見たけど、あれの方がすごかったですよ。まあ、時代は全然遡りますが、なんだっけ、オーレンジャーと、カーレンジャーの、映画は凄まじかったですね。それで、ちょっとやっぱりね、カーレンジャーは本当に特殊で、まあ、皆さんおっしゃってることなんですけど、不思議コメディを、やっぱり、知らないで見ると、戸惑うっていうかですね、どう見ていいのかわかんないっていうか、僕みたいに語れって言われるとすごく難しい。で、こう、ギャグで、あ、これは笑ったとかいうのがあればね、まあでも結構荒川さんも沢さんも書いてますからね。荒川さんなんか、7連発とか言って書いてるしね、乗りまくってますけど、もうそんなもう見てて春が経つほどつまらないかって、そんなことないんですよ。そんなことないけど、乗ってらっしゃるけど、なんかでも、スーパー戦隊に私が今まで期待していたものとなんか違うなっていうのがね、だからまあ不思議コメディのもう見慣れてる人っていうか、その見方をね、その作法っていうか、そういうものが分かる人はカーレンジャーはね楽しめるんじゃないでしょうか。スーパー戦隊好きじゃないけどカーレンジャーだけは面白いねって言ったりすると思いますよ。そのぐらいね。で、でですよ。高寺重則さんは、ブラックアレックスまで、プロデューサー、ホだったのが、ポアトリンで、正規、プロデューサーになってるんですよ。だから、高寺さんと、浦沢さんは、だからそういう意味では、まあ、縁があるっちゃあるんですよね。でも今回ね、ちょっと浦沢さん呼ぶの躊躇したりとか、一回路線変更お伺いを立てたりとか一括されたらしいですけど、なかなかそういうところもあるんでしょうけど、視聴率がねワースト2位っていうことですもんね。後半から持ち直したっていう話ですけどね。まあでも何でしたっけ、合体ロボットの合体はすごいですね。何回まあバンクフルムでしょうけど、何回見てもねすごいと思いますよ。サイレンダーでしたっけ、あれもああいうのもトンネルの中で合体してとか、なかなか手が込んでますよね。あとラジエッタ、これはね一回この子が出てきて、まあ、有名な人らしいですね。僕は知らないけど、浜松めぐみさん。この浜松の浜っていう字、難しい。横浜の古い浜みたいな字ですよ。1983年生まれ。もうすっごい若いじゃないですか。83年生まれって言ったらね、まあだから当時、何歳 ?96 年だから、13歳。なことないやろ。なことないでしょ、いくらなんでも。あれ、13歳な。
中学校1年生ですか。ねえ、出てないでしょ。いや、でも計算からいくとそうですよね。で、カレン王女。カレン王女ってあのほら、外国人みたいな女の子いましたよね。あの人は、白橋カリ、カイさん。カリさん何、女の子の名前でカイってあるの？え？まあ、ちょっとすいません。カリかもしれない。でもカリでも、カリって女の子いますか？カリちゃん、カリちゃん。1980年までさらに若い。だからこの人、あ、違う。この人の方が年上です。数字は若いけど、若い方が年上なんですよ。変な世界ですね。この方は16歳。この浜松めぐみさんは13歳。ほんまか？で、あの、カレン王女は、東映特撮はこれだけだそうです、うん。これね、いや、いいんですよ、別に。別に何の僕は、あれもないけど、なんかね、やっぱりどうなんでしょう。まあ僕はそんなことをね、もう28年も、27年、28年、28年かな、経って、こんなこと言ったところで何もならないと思うんですけど、やっぱりスーパー戦隊って、ライダーは、あの、ほら、ブライみたいな感じじゃないですか、抜け人だから。それこそ、ね、あの、なんだっけ。一人戦うですからね。なんかまあ、ちょっと、まあ、ブライ、まあ、差別、非差別、人間じゃないしね。これで終わりです。なんかそういう悲しみを背負った、こう、ね、ウルトラマンみたいに、こうね、国際、なんか、何でしたっけ、科学特捜隊とか、ね、てってれれーとか、そんなんじゃないですよね。なんかこう、影にこう、人知れず戦う、傷つき、ね、友は、あの、サイクロンのみとかね、サイクロン、あの、すいません、公共音楽いっぱいいただきます。スーパー戦隊は、戦争だったじゃないですか。でもこれは、あの、スイカは、あの、お祭り、スイカ割りあるから、あの、スイカ欲しいとかいう話もあって。あ、そうだよね、とか言ってるんですよ。要は、仮面ライダーは、あの、なんですか、都政人っていうか、あの、そういう、まあ、感じだったけど、あの、被差別民ってあんまり乱発するのもちょっといかがなもんかと思いますけど。まあね、差別される。まあそういう、まあそういう、なんか、なんだっけ、小枯らし文次郎みたいな立場じゃないですか。でもあの、スーパー戦隊は違いますよね、あの、前のオーレンジャーなんか軍人ですもんね。あの、言われてましたけど、映画で。俺たちなんか、仕事しながらやってるんだぞ、って言ってね。で、今回敵がブライなんですよ。あの、なんだっけ。いわゆる、それこそ、まあ、暴走族ですからね。まあ、ブライというか、まあ、組織といってもっていう感じですよね。なんか、縦社会というよりも、なんか、兄弟みたいな感じ、兄弟みたいな感じですよね。あの、なんだっけ、一番偉い人の名前なんて言うんだっけ、ダイナモ。ダイナモと、発電機ですよね、ダイナモ。あと、なんだっけ、あの、顔の長い人。あの人、なんか、あの、なかなか表情がありますね、あの人の、あの、被り物の顔のデザインがね。いいと思います、あの、口の利き方といいね。よく合ってる。うん。あれはいいキャラクターと思いますが、ただ、軍隊じゃないんですよ、敵が。あの、あれと違って。なんだっけ。ドンネット、ラジエッタ。どっか書いたけど、まあ、これ。まあいいや。
あの人名前なんて言うんだっけね、忘れたけど、あの頭が尖ったね、イカみたいな人ですよ。すいません、30分過ぎましたけど、今回8話なんでね、ちょっといろいろ忙しくてね、もう少々お付き合いいただけたら、あの、まあ、とりあえずタバコは消しましょうね。1本30円。なんか私が求める、だからそこで切り捨てるのはたやすいけど、でもまあ今回まあ3年ぐらいかかる予定なんです。とりあえず追いつくのにね、スーパー戦隊ね、今やってる現行スーパー戦隊に、まあその後はね、まあ不思議コメディとか、まあわかりませんよ、まあ、死んでるかもしれないしね、私ね、わかりませんが、そういう予定、まあだからってわけじゃないんですけど、やっぱり浦沢世界っていうのは、まあこの機に、ね、これを機にやっぱりちょっとあの理解しておこうって、すごい変人らしいですからね、変人、まあ安全なところから見るのは好きですからね、お前が変人だって言われるかもしれないけど、いや変人で、私が変人であってもですよ、やっぱり、すいません、ちょっと顔拭かして、今日顔拭かなかったですね、高級化粧の、うん、やっぱり安全な場所から見るのはいいもんだ。ね、マーク・タイソンとかね。そういうわけでございまして、顔の赤いお酒好きと、臭いタバコ吸いと、声の聞き取りにくい YouTuber に優しくしてください。いつもご視聴ありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございました。今日のテーマ曲は、キリン一番搾りさん。で、あの、なんだっけ、あれは、あれって何？あれっていうのは、あの、なんだっけ、アイキャッチ。アイキャッチは、晴れ風さんでした。晴れ風さんもう一本今日買ったんでね、明日は暖かい、暖かいというか、常温の、今日のは冷たかったんですけどね、常温のね、晴れ風はね、素晴らしいですよ、香りが。ほんと。今日も涼しかったんでね、ほんと皆さん、あのね、着ていくものとかいろいろ大変ですが、ご自愛くださいませ。最後までご視聴ありがとうございました。菊池さんでした。それでは皆さん、ごきげんよう。またお会いしましょう。さようなら。